同志指揮官、私を招き入れるとは本気か？ならばよし、共に立ちはだかるすべての障害を取り除こう。私のやり方でな。どうだ、見たか。同志指揮官はやはりこのタイミングでやってきた。ロシアの奴は信じてなかったな。ソビエツキーソユーズ級の中で抜きん出ている戦艦。私であり、私だけだ。少しずつ敵を罠にはめた方が、一気に叩き潰すより面白い。違うか？あたりが落ち着いているな。なあ、何か胸を弾ませるような情報はないか？最も少ない対価で最も多くの敵を潰す。これこそが一番愉快なことだ。お前もそう思わないか？当ててやろう。お前は私に用があるのではなく、むしろ私の反応を見て楽しもうとしていた。そうだろ？一番見苦しいやり方で自分の勇気を証明したな、同志指揮官。小手先の真似は私には効かないぞ。同志指揮官、艦隊運営を小さな任務ごときでつまずかせるでないぞ。よし、上層部の任務さえ片付けば、私たちのやりたいことがやれるな。手紙か？面白そうな話なら歓迎するがな。敵に情けをかけすぎたようだな、同志指揮官。まあいい。お前のことなど知らん。私の邪魔だけはするなよ。同志指揮官、賭けでもしないか？私の協力があって初めてお前は今の仕事を完遂できる。ってのはどうだ？同志指揮官、賭けでもしないか？委託から戻ってきた仲間たちが予定より多く資源を持ってきたかどうか。ってのはどうだ？より強い火力で敵を追い詰められるぞ。討滅戦、力と意志、徹底的にな。驚くことはない。自滅願望のある連中の背中を押してやっただけだ。戦慄の異質ってことか。無駄なあがきをするな。盤面はまだ我が支配下にあり。